久しぶりです。いやマジで元気しとった。めっちゃ元気してました。はい。1年ぶりぐらい。1年ぶりっすね。もう1年ぶり。はい、そうっすね。前でも博多で会いましたでも。博多で会うと。はい、会いました。1年ぐらいやろ。1年ぐらいっすね。覚えてる覚えてる。はい、おかんと来とった。あ、お母さん泣きました。前登録者1万人ぐらいで、僕今あの4万弱っすね。すごいな。結構頑張りました。ちゃんとやってるの。はい、結構頑張りました。はい、すごいな。え、高一？今高二？今高一っすね。今高一？4日前に高一になりました。すごいな。今もうさっきはもう中3でしたね。レペゼンのラップのオーディションとか出たりとか。そう。あとブレイキングの応募して、オーディション出たりとか。あ、そう。はい。それで応募動画じゃないですか、ブレイキング。うん。応募動画で俺はジョーさんと肩を並べるような男になるから、だからブレイキングでなさってくれお願いだって言った。受かったんですよね。それで。それで受かった。頑張りました。はい。すごい。はい、でもまず高一が出るっていうのがなかなかないから、僕もびっくりしました。高一ブレイキングダウンで殴り合い出れるんっていう、そこの路線はあるよな。オーディション出た。あ、出ました。どうやった？いやもう俺あのおかんの顔覚えてるから、はい、おかん見て俺それどう思う？いや母ちゃん結構泣いてましたよ。そう、喜んでね。喜んでます。ほんまに夢を応援してるおかんやったもんな。いやマジで頑張ってます。本当に。オーディション出れたんや。あ、出ました。で爪痕残せた。マジで来たんじゃねみたいな。俺ミキなれねんじゃねみたいな。面白いな。ニキにはならんと。ニキならんといて、なんちゃらニキ。なんかな、うん、いやでもええやん。なんかガイドを走ってるやん、夢の。そう、マジで、もう本当にもうめちゃくちゃレール、僕の思ってるレールとすごい。マジで、うわでもこっからやな。こっから、一個一個チャンスを掴んで、こっからがまず大事やな。そうっすね。そうやな、このチャンスに溺れたらあかんな。絶対溺れたら。もう毎回、もう10連続ぐらいでチャンスはやっぱ掴んでいかなあかんから。絶対掴んでいかん。うん、一個掴んだら、はぁって休憩したらあかん。もうここで今めっちゃ頑張らなあかん。じゃあちょっと。マジで、うん、はい、頑張ってな。頑張ります。また走り続けて。なんで今日来たん？いや僕あの元々普通に帰るつもりだったんですけど、そのレディゴーのこれあるって知ってて、ジョーさん絶対いるならちょっと俺の今の現状報告したいなと思って。ああなるほど。いやむしろごめんなさい、マジで食べていきたいんですけど全然お金なくて、ほんとに申し訳ない。ああ全然全然全然。いやだってもう時間も時間やしな。確かに。高校生かくまったらあかんやん。確かに。怒られそうやから。いやまあ全然。いやーどうすかよ。気をつけて帰って。はい、気をつけます。はい、マジで絶対次会う頃にはもう10万人いってるんで。オッケーオッケー。頑張ります。手握ったけどめっちゃ弱そうやね。大丈夫かいな。いやでもほんまに頑張って。絶対頑張ります。でもそのブレイキングダウンって勝敗じゃなくて、そこで爪痕残して自分がキャラを出すかどうかっていう、有名になるっていうことが一つのなんかステップアップの番組だと思うから。だからまあ勝敗だけにかかわらず人を沸かせたらいいと思うわ。わかりました。もうめちゃくちゃもう盛り上げます。頑張って。はい、頑張ります。おっしゃ。いやマジでありがとうございます。うわ未来あるな。やば、絶対有名なんで。未来あるわ。お疲れ。お疲れです。今日も誰かと出会い熱い